相馬高校はね、いいんです。懐かしいですね。一緒に行きましたね。はい、この間帰ったんですけどね。練習試合やってましたよ。小さい頃に可愛がってた、僕の実家の裏に住んでる子供たちが、今、バッテリー組んでました。すげえでかくなって。なんかいいよね、この、やっぱ野球って人をこうね、成長させるっていうのがあったんで、なんかこう、微笑ましい感じで。そうですね、取材もそうですね。やっぱり中学校とか高校時代から見てた子が、変わる瞬間とかってやっぱり指導者さんの言葉だったりとか出会った人とかに変わるので、そういう瞬間やっぱ見えたりとかするのは取材の醍醐味でもありますよね。ね、スカウトの目っていうのね、どこでこうね、眼力ってあるじゃないですか。いろいろお話しさせてもらいますけど、やっぱりすごいなって思いますよね。やっぱりすごいなと思うし、聞いてても分かんないですよね。やっぱスカウトが一番大変じゃない？しかもあれでしょ、なんか若手の選手が開門前に3時か3時ぐらいに並ぶらしいよね。もうすごいですね。3時か4時ぐらいに、関取。へぇ、なので、朝5時の阪神電車の梅田駅にいます。で、草貫とかがそれ最初やってたみたいなね、はい、スカウトになって、はい、それ大変でしたって言ってた、はい、ぶっちゃけ、プロのスカウトの方用に席は用意されてないの？用意されてないです。ちゃんと取ってます。でもちゃんとこういい位置で取らなきゃいけないわけでしょ。なので早い時間帰りっていうんですよ。これやっぱ1年目の仕事っていうか、皆さんよくこういうことも繰り広げられてるんですか。球団によってはまとまって見てる球団もあるんですけど、バラバラで見てる球団とかも。ああ、そうなんだ。やっぱそこもやっぱカラーがあるわけ。ありますね。で、こっちから見てますって言って。やっぱそれぞれ個性があるわけでしょ。やっぱスカーズの方も見る視点が違うし、はい、でもあんまり言わないですよね。僕も聞けないし、まあまあね、聞かないなんですけど、どこ見てるんですか、誰見てるんですかって言わないんで、やっぱり取材するので、今日僕この選手のこれ聞きたいんですけど、この選手どうですかって言って、その答えに対して言ってくれたりとかすることもあるんですけど、俺この選手狙ってるんだよみたいなことはやっぱりもちろんもちろんないので、どういうとこ見てるんですかって言った時に、一回面白いなと思ったのは、マウンドのピッチングじゃなくて交代された後のベンチの顔を見てるっていう使い方でした。なるほど。そのピッチャーがどういうふうに捉えてるかっていうのを見てるっていうのは聞いたことがあったのと、あと社会人で3年4年でドラフトかかんなかったのに2年目でかかった選手がいて、うん、なんで3年目4年目で取れるチャンスがあったのに今年だったんですかって聞いたことがあった、うん、そしたら彼はこれまではもう自分独りよがりのピッチングをしていた。その次の年はもう自分がプロに行ってっていうなんかアピールが強すぎる、だから取らなかったんだけど、2年目の去年はこのチームをなんとか勝たせたい、優勝したいんだっていうピッチングがボールに現れた、だから俺は取った。深いねすごいなと思って、まあ、これは名前言ってるのか分かんないですけど、うん、高木隼人、高木隼人入った時に開幕から5連勝したじゃないですか。そうだね、1年目の時、うん、ですげえすげえって言われたじゃないですか。あのボールがすげえ、もうカットがすごい、コメント力もすごかったよね。本当に僕は僕ですの名文句がねでもそれ現れてますよね。僕は僕ですって今の話、5年目の時はそれはもう僕は僕ですじゃなくて、このチームを勝たせようっていうピッチングなったらしいんです。よく誠司と喧嘩してたよ。へー、ベンチロッカーで。あれ多分同級生かな。あんた年一緒ですよね、うん、はい、結構その投球術とか配球についていろいろこう話はなんかこう熱くなるような話はしてた。なんか僕にとってはなんかすごいいいじゃんと思ってね。お互いの主義主張みたいなのあるじゃない、はい、投げたいボール、投げさせたいボールがあるわけでしょ。そこでこういろいろ話を。そうですね、当時小林捕手って、うん、まあ、プロに入ってまだ間もなくて先輩投手がすごく多くて、言いたくても言えないっていう環境がなんかあったっていうのをなんか他の星から聞いたことがあって、でも、すぐに同級生がいて、言い合えるっていうのは、小林選手もその菅野とかやりたいことがやってよかったんじゃないですか。あと、菅野には言えないって言ってた。へぇ。でも、菅野君も、この間、巨人の球団公式 YouTube で、誠司の3人を首振らないといけないんでしょ。いや、首振らないじゃなくて、なんか、打たれてもお前を責めることはないみたいなこと言ってましたよね。でも、誠司は話したときに、やっぱり菅野が一番緊張するって言ってた。いい緊張感なんじゃないですか。まあ、こう何も言えませんっていうようなニュアンスじゃないけど、やっぱりすごいこう緊張感がある中で、友はっていうこと、まあ、あるんだなと思って、そのバッテリーの中で、まあ、人間がやるスポーツだからね、まあ、そういった意味でもスカウトの目ね、ちょっと番外編にもなりましたけど、ね、そういうこう一つの仕草とか、内面まで読み取るこのスカウトのね、スカウト面白いね。
皆さん、今回の動画もご覧いただきありがとうございました。コメント欄にやってほしいこと、話してほしいことなど、ぜひ送っていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。今後もよろしくお願いします。鈴木貴之でした。